まっ。どうも、ニュースクラの知念です。前回ですね、電話企画第1弾やらせていただいたんですけど、あの時ね、ちょっとどれだけ長電話をできるかっていう企画をやらせていただいて、で、結果はね、ちょっと微妙な感じで終わっちゃったんですよね。それがね、悔しくて、もう早速、第2弾やっていきたいと思います。で、タイトルコール。急に電話して、無意味な質問をしたら、メンバーは答えてくれるのか？よいしょ。はい、それではやっていきましょう。どうも、ストレッチマンです。はい、ということで、まあこんな感じでね、ちょ気合い入れてやってきました。もう戦闘できます。タコ殴りにできるんでね。ここから頑張っていきたいと思います。前回と違う点はですね、前回の反省点として長電話をするのに話題が一つもなかったということです。じゃあそれがね、ちょっともったいなかったなっていうね点があったり、コメントで指摘されまあそんな感じなんで、今回はね、本当に無意味な、本当にそれ聞く必要あるのっていう質問を考えてきました。質問の内容は、電話してる最中に、いろいろね、分かっていただけると思うんですけど、質問はですね、5個今考えてきまして、で、メンバーにはね、そこからランダムで3つずつぐらいかな、質問していこうと思います。まあね、結構ね、戦略練ってるんですよ、今回。前回だったら、まず電話かけて、結構ヌメッと入ってったから、結構ね、撮影してるのがバレたのかな、みたいな。バレてたのかなって感じだったんですけど、今回ですね、まあ、第2回ということもあり、結構察することもあると思うので、今回はね、もう結構、いつもの知念で。で、結構真剣なことを聞くのかと思いきや、無意味な質問をするということをね、やっていきたいと思います。これね、結構メンバーどういう反応するのかちょっと期待ですね。あと前回、林とカンブリが、電話に出れる状況じゃなかったので、登場しなかったんですけど、今回はね、どうだろう。出てくれることを願ってやっていきたいと思います。それでは、レッツ、前澤。はい、ということで、電話していく順番は、前回と同じ、林、シモレン、カンブリ、カームーで電話していきたいと思います。ちょっとね、林とカンブリはね、出てほしいですね。前回出なかったんで。ということで、早速電話かけていきたいと思います。もしもし。お、もしもし。お疲れ。お疲れ。どうしたの？あ、ちょっとさ、めちゃめちゃちょっと急な予定があって。急な予定？そう、急な用事って、まあ、ちょっと聞きたいこと？仕事に関する聞きたいこと。そう、ちょっとね、いくつか。じゃあ3つぐらい出てきたからさ、ちょっと動画で必要なもの。ちょっと1つ聞きたいんだけど、本当にめっちゃ急用で聞きたいんだけど。クッキーとミッキーどっちが好き？クッキーとミッキーどっちが好き？うん、うん、うわー迷うな。クッキーとミッキー、そう。いや、まあ、それ聞く？マジ？えぐいわ。そう、いや、クッキーとミッキーどっちが好きかなって、まずこれ結構ね重要。いやー迷うな。クッキーとミッキーか。うん、チョコチップクッキーか、うん、まあミッキーの形したクッキーだったら、うん、あ、ちょっとチョコチップクッキーが勝つかな。あー、なるほどね、そっち系ね。あー、そっち系かもしんないわ。私はそっち系行くと。オッケーオッケーオッケー。どういうこと？ね、これね結構重要だった、動画編集において。そう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 。で、あとね、もう一つもう一つ聞きたいことがあるんだけど。おお。ちょっとね、お風呂入るときってさ、どっから洗う？お風呂入るときってさ、どっから洗う？お風呂で体洗うときどっから洗う？そうそう、体洗うときどっから洗う？ああ、俺ね、順当に肩から上から洗い始めるわ。あ、肩からなんだね。ああ。それもそっち系なんだね。どっち系だろう。ああ、ありがとう、ちょっと。もうね、これだけね、聞きたかった。ああ、マジか。ありがとう、ありがとう。全然答えてくれると思ってなかったからさ。
あ、ありがとう。いや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 、答えるよ、そんな仕事だったってね。うん、そうだよ。これでね、そう、人生変わるから。ありがとう。いや、よかった。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。うん。じゃあね。じゃあね。バイバイ。バイバイ。いや。おお。林の答え聞きましたか皆さん。クッキーとミッキーどっちが好きという質問に対しては、チョコチップクッキーだったらクッキー。なんせね、男はねチョコチップ好きですから。お風呂入るとき、体洗うときどこから洗うっていう質問に対しては、肩から洗っていくっぽいっす。はい、僕も同じです。次。 Are you gonna think a good time? Kept you waiting, haha。将来には、これでこれでいくか。もしもし。もしもし。お疲れ。お疲れ。何してた？何してたって。うん、ちょっと今ね、店いるから。あ、そうなんだね。五右衛門食ってるわ、今。あ、やっぱり。じゃ今ね、五右衛門にいるんじゃないかと思って電話したんだけど。なんて。五右衛門といえばの質問していい？ちょっと。ちょっとやばい、電波がやばい。あ、電波、いや、こっち聞こえてるよ。めっちゃ途切れてる。あ、本当に？なんて言ってるかわからん。あの、五右衛門といえばの質問していい？ちょっと、仕事でね。だって、本当に聞こえないな。あ、本当に？どうしよう、ちょっとね、どうしても聞きたいことがあるんだよね。え、いける？なんか今日ね、全員出てくれそうな予感。前回のがあるからね、じゃあ電話出なきゃっていう感じになってるのかもしれないですね。はい、次、カンブリ行きたいと思います。Are you gonna think a good time? Kept you waiting, haha。 もしもし、お疲れ。もしもし。もしもし。今何してた？もしもし。今編集してる。ああ、なるほどね。編集、俺もちょっと今しててさ、ちょっと気にかかったことがあるから、編集といえばの質問していい？ちょっと。全然いいよ。ほんでちょっとね、今ね、急に聞かなきゃいけないことが出てきちゃったんだけど。うん。まず一つ目。まあ、給油の質問になるんだけど。うん、本当にね、ね、本当に聞きたくはないんだよね、本当は。だけど、ま、聞かせていただくと、朝ごはん食べる時間は、まあ、今日。うん。それか明日。で、朝ごはん食べる時間は、まあ、今日。うん。それか明日。うん。何時ってこと？まあ、それもそうだね。何時っていう。朝ごはん食べる時間？そう。これ結構重要。まちまちだな。でも、だいたい8時とか9時かな。あ、でも結構ちゃんとした時間に食べてんだね。うん。炊いてる。ごめん。えらいね。うまいわ。じゃ、もう一個質問していい？全然どうぞ。もう一個ね、結構重要な、急上昇に乗るかもしれない質問があるんだけど。はい。お風呂入るときさ、体どこから洗う？はい、体どこ洗う？そう、どこから最初に洗い始める？ああ、どこから洗う？左腕。左腕あ、右利きだからね。右利きだから、はいはいはい、左腕。はいはいはい、なるほどね。ありがとう。ちょっといろいろ謎が解けたわ。謎が解けた。よかったです。ありがとう。編集頑張って。いえいえ。はい。うん、じゃあね。はい、バイバイ。はい。はい。どうでしたか、皆さん。カンブリ朝ごはん食べる時間、今日、明日っていう質問に、これね、一見ね、時間を聞いてるという質問に感じると思うんですけど、意味わかんない質問なんですよ。時間はって聞いてんのに今日か明日、日にち聞いてるやないかいって思うんですけども、まあこの質問に対しては時間で答えてくれました。まあ結構ね、健全な時間にちゃんと、一人暮らしなのね、ちゃんとね、ちゃんとした時間に食べてるっぽいです。はい、次。 Are you gonna think a good time? Kept you waiting, haha。カワムはちょっと出ないっすね。あら、残念。カワムは出ないということで、どうしようかな。あ、カワムがね、電車ってきたわ。どうしたってきたけど、
LINE で聞いてみようか。電話じゃなくて LINE で聞いてみるわ。胸毛とすね毛伸ばすならヒゲ、胸毛とすね毛伸ばすならヒゲ。はい、この質問に行きたいと思います。クソしょうもない質問。お、カームから返信が返ってきましたね。待って、意味わからんできてる。めっちゃおもろいわ。待って、意味わからんできてる。これね、無視してきたと思います。時にはね、無視も重要です。お、カーム、胸毛は、無駄毛は絶滅させたい。さすがモテ男は違うね。はい、ということで電話してきました。そして美容院にも行ってきました。ありがとうございます。下連はね、あの、通じなかったんでもういいやっていうことにしました。はい、前回ですね、あの、電話に出ることができなかったカンブリと林が電話に出て、で逆にシモレンとカームが、あの、電話ちょっと不都合でね、電話出れなかったという感じになりましたけども、皆さんどうでしたか？ね、優しいですね、あんなに無意味な質問に答えていただいて。無意味じゃないよ、本当に面白かったと思います。ということで、今日の動画が面白いと思った人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。どうも、ニュースクーラーでした。バイバイ。バイバイ。One, two, one, 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 two